ドモーションスティービーです。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、あと1日、すなわち明日の日曜日までに0歳の赤ちゃんのスーパーベビーがアンパンマンって言わないと、私の大切なウッディがロッツォに壊されてしまうんです。しかもシリキュートゥンドゥの強い呪いをかけられたから、本当に明日日曜日の6時までにアンパンマンって言わなかったら、そのまま壊れて亡くなってしまうことになります。なので、なんとしてでも言ってもらいたいと思うんですけども、前回の動画で1階のリビング少しだけアンパンマンルームっぽくしました。そしてさらに今回こんな感じでアンパンマンブロックね、こんなのも安かったのでちょっと購入しました。はい、アンパンマンブロックですよ。これも使ってさらに行ってもらいたいなと思いますので、もう今からひたすらやるしかありません。そして皆さんのコメントでたくさんのアイデアありがとうございます。やっぱり画像とか映像を見せてアンパンマンって言わした方がいいんじゃないかですとか、あるいは中には0歳の子はそんな喋ったりなんて絶対にできないから、今から腹話術の練習をして赤ちゃんにもうアンパンマンって言ったように腹話術で私がやればいいんじゃないかとか、もう様々なアイデアをいただきました。まあ確かにそういう風に腹話術でやるような作戦もあるとは思うんですけども、でもしっかりとした契約してしまったので、おそらく腹話術でやった瞬間にウッディは本当に消されてしまうと思います。なので赤ちゃんの自らの口で言ってもらいたいと思いますので、よし、今からまた1階のリビングにジェニーちゃんと一緒に行きたいと思います。はい、1階のリビングに来ましたよ。前回の動画で説明しましたけど、こういうのを本屋さんで購入して、そして、まあ、無料でもらえるアンパンマンのうちわももらって、さらにアンパンマンのブロックも用意しましたよ。これだけ環境を整えればスーパーベビーはアンパンマンって言ってくれると思いますので、ではジェニーちゃんお願いします。スーパーベビーを連れてきてください。おおおお、行きましたね。さあスーパーベビー早く来てくれ、アンパンマンって言って、おおおお、スーパーベビー来た。おお、早速食いついてますよ。もう笑顔じゃないですか。いい、おおおお、すごい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 。ちょっとスーパーベビー、これ何かわかる？これの名前、すごい笑ってくれるんですけど、アンパンマンっていうの。アンパンマン、難しいよね。無理だよね。あ、これ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 、ほら見て、これこれこれ見てよ、ほらほら、どうよ、ねえ、これさ、アンパンマンって言うんだよ。おーおーおー、アンパンマンって言うの、やっぱなかなか言えないから難しいよね。うんうん、頑張ってんだけど難しいよね。言える？やっぱ厳しいよね。そうかそうか、あおお、落ちちゃった。あ、どうしたらいいんだろう。でもアンパンマンには興味を持ってるんだよな。あ、そうだ、この子はサニーサイド保育園から来た芋虫組の子なんですよね。そしたらサニーサイド保育園の蝶々組のおもちゃたちをここに持ってきて、サニーサイド保育園に来たみたいな感じにしたら、自然な感じで喋れるかもしれませんね。よし、ちょっと今から上のトイストーリールームに行って、サニーサイド保育園のおもちゃたちを連れて行きたいと思います。さあ、連れてきましたよ、サニーサイド保育園のメンバーです。これでサニーサイド保育園に来たつもりになれて、そしてその上にアンパンマンがいる。はい、この子たちはね、蝶々組のおもちゃたちなので、蝶々組は大きいお兄さんやお姉さんたちが遊んでいます。まあチャターフォンはね、芋虫組なんですけど、まあでもその他のおもちゃたちは蝶々組ですので、もしかしたら
大きいお友達になれたつもりになって、そしてアンパンマンと言ってくれると思いますので、では、遊びましょう！よいしょと、スーパーベビーのジャジャーン登場でーす！お、アンパンマンが早速気になっているみたいですけども、遊んでますよ、遊んでますよ。いや、さすがやっぱり、芋虫組から来てくれただけあってチャッターフォンが気になるんですね。さすがチャッターフォン、やっぱり芋虫組のおもちゃですね。まあ他のトゥイッチとかね、チャンクとかはみんな大きい子が遊ぶようなおもちゃだからやっぱ興味ないのかな。うん、まあでもこうやって自然な感じで遊んでくれていることが大事ですね。よし、こんな感じで自然に遊んでいるので、まあ、もう少しね遊んでもらった方がいいかね。ですごい楽しんだところでアンパンマンって言ってくれるかもしれませんのでね。いやー、それにしてもスーパーベビーとっても楽しそうですね。うー、楽しそう。あー、いいねいいね、楽しそうですね。おー、なんかやっぱチャッターフォンいいね。すごい人気というかね、すごいこう赤ちゃんにとっては好きなんですかね。おーい、スーパーベビー、いよいよ本番いくよ。スーパーベビー、おーい、スーパーベビー、あのさ、この上、おお、今度お猿に行った今度お猿に行った。もうお猿もね、音鳴るから、あー、それね、食べちゃうんだね。ねえねえ、スーパーベビー、この上、これアンパンマンって言うんだけど言ってみる？せーの。はぁ、やっぱ言わないよね。そうか、サニーサイド保育園に来たーっていう感じの作戦もどうやらうまくいかなかったみたいです。皆さん、サニーサイド保育園大作戦がうまくいきませんでした。いやー、蝶々組のおもちゃたちに囲まれれば、もしかしたらアンパンマンって言ってくれるかなって思ったんですけど、なかなか難しいですね。あー、ついに明日だから、本当は今日中に行ってもらいたかったんですけど、でも、このスーパーベビーにずっといてもらうのは、かわいそうなので、またサニーサイド保育園に戻したいと。お、待って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 、なんか様子が、おー、なんだ、アンパンマンっていうのかなと思ったんですけど、ジェニーちゃん、そのまま瞬間移動でサニーサイド保育園送ってあげてください。お願いします。おおおお、いやー、行きましたね。いろんな作戦をやってるんですけども、今回の契約は本当に無理がありましたね。おおおお、ジェニーちゃん、おかえり、ありがとうね、行ってきてくれて。いやー、皆さん、今回ロッツォにまんまとやられてしまいました。どう考えても、コメント欄にもありましたけど、あの0歳でアンパンマンなんて普通喋らないですから、マジでやばい契約を結んでしまいましたね。どうにか逃げずに正々堂々とロッツォたちに立ち向かって勝つ方法をあと1日で考えたいと思います。明日行ってくれればいいわけですからね。皆さん、ぜひ応援よろしくお願いいたします。やっぱりね、こんなことで負けてられません。ウッディは救出したいと思いますので、ではまたお会いしましょう。さようなら。やあ、こんにちは。何をしているのかね。サニーサイド保育園に行ったつもりになっても喋るわけがないだろう。赤ん坊はまだ言葉を喋らない。今回の戦いは我々の勝利だ。さあ、明日ウッディが死ぬ日だ。お前たちも楽しみにしておけよ。父さん、あと一日で言うわけないよね。ああ、そうだな、ポルカドット。私もなんだか怖くなってきました。ジェームズとポルカドットのコーナーです。ポルカとジェームズに質問です。ロッツォは怖いですか？とっても怖いよ。だって作戦を考えるのもうまいし、邪悪な考え方をしているじゃん。シュンさんもまんまと乗せられてしまいましたね。
赤ちゃんが喋るわけないんですから。でも諦めちゃダメだよね。ああそうだな、あのスーパーベビーもきっと頑張ってアンパンマンって言おうとしていますよ。それじゃあ素敵な未来に向かっていってらっしゃい。